皆さんこんにちは、いっちです。はい、ということで、今回僕は千葉県に来ました。千葉県といったらお分かりかと思いますね。そうです、今日は俺ガエルの聖地巡礼をしていきます。ちゃんとね、今日のために推しのガハマちゃんの T シャツを着てね、巡っていきたいと思います。まあ、とりあえず今から千葉駅の周辺をぐるぐるとね、回っていこうと思います。それじゃあ聖地巡礼行きましょう。なんだかんだね、今まで聖地巡礼で千葉に来たことがないんで、今日かなり楽しみなんですよね。しかも俺ガエルっていうね、大好きな作品の巡礼ができるのがね、めちゃくちゃ嬉しいですね。これあれですよね、八幡たちが葉山くんと待ち合わせ場所の時に登場してきたですね。ビッグツリーというらしいですね。ここら辺人通り多いんで、ここら辺があれなんですかね、千葉駅のメインなんですかね。結構店多いですよね。初めて来たんですけど、ここオープニングで出てくる場所ですよね。あそこモノレールが通ってね、オープニング出てきましたよね。せっかくなんでね、電車が来るのを待ってます。あ、来ました来ました、電車来ましたね。すげえ、うわ、作中そのままじゃないですか。ここのね、モノレールの場所がね、ちょっと分かりにくいんですけど、そごう千葉店の4階にあるんで、4階に来ればね、ここの場所に訪れられるんで、皆さんもぜひ訪れてみてください。じゃあ僕も今から電車に乗ってね、続いての場所に向かおうと思います。ということで、今僕は千葉港駅に来ました。ヒッキーと僕の推しのガハマさんがね、花火大会に来た時に訪れた駅です。今からボートタワーの方に向かってね、花火を見た場所を見ていこうと思います。個人的にやっぱね、由比ガハマちゃんが好きなんでね、由比ガハマとヒッキーの2人でどっか出かけるシーンは印象深いんですよね。花火大会だったりとか、あとはその、ね、買い物にも行くじゃないですか。で、花火大会の時はサウルノさんとヒッキーとガハマちゃんがいて、結構なんかその重たいシーンがちょっとあったじゃないですか。あそこのシーンの場所をね、見れるのがね、めちゃくちゃ嬉しいんですよね。到着して回します。あそこに見えますね、あれが噂の千葉ポートタワーじゃないですか。スタイリッシュですね、塔が。東京タワーみたいな感じじゃなくてシュッてなってますよね。かっちょええな。いやー、にしても高いっすね。しかもなんかいい感じに本当に空と合ってますよね、色が。タワーのベンチの場所はあっちの方だと思うんで、今からちょっとあっちの方にね、向かっていこうと思います。はい、ということで見えましたね、そこですね。ここのベンチからあそこのポートタワーを見てましたね。なるほどね、ここからのカットか。ちょっと画角に収めますね。こんな感じかな、多分ここに座ってたんじゃないんですかね。実際に花火を見てるかのような、ね、カットを、ね、ちょっと撮ろうと思います。ベンチからの景色はこんな感じですね。ちょっと木がねあれなんですけど、でも全然いいですよね。花火とか絶対切れそうだよな。ポッターも切れたんでね、続いての場所に向かっていこうと思います。こちらの駅にやってきました。京成稲毛駅ですね。ここは初詣の時に引きがや常町と雪の下がねいたところですね。はい、ということで今から八幡たちがお参りしていた稲毛浅間神社に向かっていきます。はい、ということで到着しました。こちらが稲毛浅間神社ですね。ここも作中で何か所かのカットが登場してきたんで、今から入っていこうと思います。今入ってすぐの場所にあるここのね、作中で出てきましたよね、引きがやたち4人がいた場所ですね。で、今からね、向こうに行ってね、境内の方に向かっていこうと思います。境内はこういう感じですね。人もたくさんいますね。結構まあ境内も広めの感じですね。はい、ということでさっきね、稲毛浅間神社行ってきたんですけど、この京成稲毛駅の近くにはもう一つ絶対行くべき聖地があるんで、向かっていこうと思います。雪の下推しの方必見です。はい、ということで聖地はもうすぐです。もうなんかこの感じ見ればわかるんじゃないですか。あれだ、あそこですね、あれが次の聖地です。はい、ということで来ました。こちらが稲毛陸橋ですね。作中とそのままですね、すげえ。いや、でもここをね、ちょっと夜来て、ね、見るのもいいですよね。ここで告白したんだ、告白ってか遠回しなあれですけどね。いいなぁ、すげえ。いや、ここね、来たかった場所の一つなんでね、来れてめちゃくちゃ嬉しいです。皆さんもぜひこちらの稲毛陸橋ね、訪れてみてください。
ここに人っていう字がありましたね。皆さん覚えてますか？人という字をよく見ると片方が寄り添ってるっていう日が言ってましたもんね。はい、ということで、あの稲毛海岸駅付近は結構物語のメインで登場してくる場所で、被害たちが通った高校だったりとか海浜総合とブレストした高須コミュニティセンターがあるんで、まあ他にもねいろんな場所があるので、ここをね回っていこうと思います。はい、ということでやってきたのはこちらですね、高須コミュニティセンターです。すげえ、実際にやっぱあるんですね。めちゃくちゃ似てるな。うわ、似てるな。ここのカットもすごいな。高校っすね。すげえガチガチに一致してるじゃないですか。一度高いですね。すごいな。こちらは、ね、高校なんでね、巡礼に来る際は学校関係者のご迷惑にならないように注意してください。続いては海岸付近を巡礼していこうと思います。結構ね、海岸の方にもね聖地になった場所がたくさんあるんで、ね、今から稲毛海岸の方に向かっていきます。ということで、今稲毛の浜に到着しました。ここはあれですね、プロムのキービジョを撮るときに出てきた聖地ですね。こんな感じですね。見覚えないですかね。工業団地もちらっと出てきてました。あっちら辺で写真撮ってましたね。あっちの方行ってみましょう。海岸もねマジで綺麗なんですよね。それ使いたくなりますよね。ちょっと映えますもん。ちょっとね、結構今日歩いてるんでね、足にはなかなか応えますね、この海岸は。あーでもいいな、これいいですね。いい感じにね、太陽と海が反射して、ね、映える感じになってますね。多分ここら辺とかで撮影してたんですね。学校の近くにこんな海岸あるっていいですね。絶対毎回行くな。夏とか学校帰りに通いそうだな。忘れてたんですけど、海岸せっかくなんでね、ちょっと見に行きましょうよ。いや、まだ冬ですけどね、早く夏になりたいですね。お、やばい。あ、でも冷たいっすね。いや、いいっすね、この海岸。僕もね、八幡たちみたいに女の子をね、3人ぐらい連れて写真とか撮りたいんですけどね、まあ、今日はね、残念ながら1人ということでした。はい、こちらの稲毛の浜、訪れてみてください。景色もロケーションも最高の場所なんで、おすすめです。ちなみになんですけど、稲毛の浜のすぐ近くにある公園は、引き換えと雪の下がデートをした場所なんですよね。デートした場所って言えばね、あそこを多分思い浮かぶと思うんですけど、今からそこにね、向かっていこうと思います。ということで、見えてきました。あそこですね。あそこで、引き換えと雪の下がね、イチャイチャしてましたね。すげえ、こんな一致してるんだ。しかもさっきあそこでなんかね、結婚式みたいなのあげてたんですよ。やっぱそういう場所でもあるんですね、実際も。すげえ感動。ちゃんとあの椅子ありますもんね。ゆきのちゃんがね、デレってしましたよね。いや、あそこのシーンね、ちょっと良かったんですよね、僕は。てか、あんな場所で高校生がイベントできるってすごいですね。いいなぁ。高校時代あんなことできたらね、楽しいですよね、絶対。プロムが改善された場所もね、行けたんで、続いて僕が一番好きなシーンがあるんですよ。そこのシーンで登場してきた場所に、ね、向かっていこうと思います。はい、ということで来ましたね。こちら三浜大橋ですね。イケアの相談に平塚先生が乗ってる時に登場した場所なんですよね。いや、いいですね、景色が。僕あそこのね、階大好きなんですよね。あそこにね、平塚先生の車止めてね、イケアの相談乗ってましたね。ここにね、車止まってましたね。で、こっちのここですね。このシーンね、個人的にめちゃくちゃ好きなんですよね。平塚先生がイケアに、今だよイケア、今なんだって言った時に、僕の頭の中で柳凪さんの春もどきが流れて、こんなレプリカは流れたんですよね。あそこね、シーンいいっすね。グッてきましたね。いや、めちゃくちゃいいっすね。はい、ということで、ね、稲毛海岸付近はね、行きたいとこ取れたんで、ね、次は電車に乗って別の場所に向かっていきます。はい、ということでね、南船橋駅にやってきました。作中で機械がかなり興奮していたものが置いてあるんで、そこに今から行こうと思います。ということで、ここですね、ここのララポートに引き貝が興奮したものがあるんですけど、何だと思いますか？今からね、見ていきます。おってことでありました、マックスコーヒーのやつですね。すげえ、作中と一緒だ。これですね、引き貝買ってましたね。せっかくなんで買います。何気ね、買うの初めてなんですよ。何気初っすということで、マックスコーヒー買いました。今から飲みます。マッカン飲みます。ああ、甘いですね。なんか苦くなくてほんのり甘い感じで飲みやすい。これは被害飲みますね。皆さんも甘くて美味しいんでおすすめです。ぜひ買ってみてください。
最後の聖地、葛西臨海公園に来ました。ここにも聖地あるんで回っていきます。ちょっとやばいですね、暗くなってきたんでちょっと撮れるかわかんないんですけどね、とりあえずちょっと向かってきますね。おということで、ギリギリ見えますね、あそこにあるところですね。あそこにあるクリスタルビューがね、作中登場してきましたね。あ、でも全然綺麗に見えますね、めちゃくちゃ綺麗じゃん、すげえおしゃれじゃん。ここですね、ここで3人がね、修羅場じゃないですけど重い雰囲気になった場所ですね。2期の最終回ですね。うわ、ガチですげー思いますね。今5時半ぐらいなんですけど、ギリギリ見えるんですよね。場所も場所でやっぱおしゃれですね。ここ何ですかね、すごいおしゃれだな。ライトアップされてね、いいですね、エモいな。ということで、こちらが2期の最後に登場してきたクリスタルビューでした。ここは千葉ではなくて東京の葛西臨海公園の近くにあるんで、皆さんもねぜひこちら訪れてみてください。海の景色もね綺麗に見えます。ちょうど夕日もかかっててね、いい感じに見えたんでおすすめです。ぜひ訪れてみてください。ちょっと暗くなっちゃったんですけど、まあ、大体ね全部の聖地は回りきれたんでよかったです。見てましたね、俺がいる意外とね聖地固まってんのかなと思ったら結構ところどころにあって、だいぶ今日歩きましたね。はい、お疲れ様でした。皆さんもぜひね、俺帰りの聖地巡礼で千葉だったりとか東京訪れてみてください。はい、ということで俺帰りの聖地巡礼終了です。いやー結構ね歩いたんでね疲れました。まあでもね、俺帰るは僕の中でねかなり好きな作品だったので、今回は聖地巡礼ができて本当に良かったです。めちゃくちゃ楽しかったです。今回僕はちょっと参加してなかったんですけど、今千葉市で俺ガエルと千葉市のコラボイベントが開催しているそうです。このイベントの内容としては前の動画でも話したと思うんですけど、スタンプラリーだったりとか特定のお店に行って商品を注文すると俺ガエルの限定グッズがもらえるイベントもやっているそうなので、もしもね時間がある方はね聖地巡礼と一緒にそちらのコラボ企画にも参加してみてはいかがでしょうか。ということで次の動画でお会いしましょう。 See you!